ほら、その目でよーく俺の顔を見なよ。目隠しも取ったし。ほーら、こんなに俺は君の間近にいる。唇と唇が触れ合うくらい近くにね。見える。はじめましてでいいのかな。さっきはいきなり拉致ってごめんね。でも、そうでもしないと君をさらうのは難しかったんだ。絶好のタイミングっていうのかな。まさにさっきはチャンスだったんだよね。君、あんまりテレビとか見ないか？まあ、ミーハーっぽくないもんね。ん？いや、こっちの話。テレビとか見てたら俺のこと知ってるかなと思ってさ。どうでもいいけど。いや、我ながら驚くほどうまくいったなって思ってる。今頃あいつら、血眼になって君を探してるだろうな。何せ、大事なご馳走を目前でかっさらわれたんだから。さっきのあいつらの間抜けな顔、思い出しただけで笑えるよね。今からそんな大事なご馳走をこの俺がいただいちゃうなんてさ。君の近くにいるだけでなんだか息が弾んできた。これが君の力？ねえ、君はなんでそんなに美味しそうなわけ？すごくいい匂い。これ何の匂いなんだろう。たまんないね。どこから匂うんだろう。ここじゃない。じゃあここ？服の上からじゃよくわかんないな。服なんか脱いじゃえば。だって無駄でしょこんなもの。ほら早く、服についてる匂いが俺の鼻の邪魔をするんだよ。ほらほら、ねえ早くしなよ。こう見えて俺気が短いから、おとなしく脱がないんだったらひどい目見るよ。あーもうめんどくさい。君は俺をバカにしてるわけ？俺が命令したことに逆らうっていうのがどういう意味か分かってんの？ちょっとイライラしてきちゃったな。なんか一度イライラしちゃうとさ、俺全部ムカついてきちゃうのね。だからその目つきもさ、ムカついちゃう。えぐり出すよマジで。俺結構好きなんだよねそういうのさ。あれ脱ぐの？言うこと聞いちゃうのか。なんだつまんないな。せっかくいろいろしてあげようと思ったのに。っていうかさ、結局言うこと聞くなら最初から素直にしてればよくない？それとも俺にキレてほしいの？あ、そっかそっか。そういえば君ってそういう子だったっけ。俺をキレさせてひどいことされたいのかな。このエムネコちゃん。ん？エムネコって何かって？そんなのすぐにわかるだろ。君って案外バカなんだね。エムって言えばドエムのエムだよ。決まっってるじゃん。マゾヒストっていうの？ひどくされると感じる子なんだろう君って。そういう体質じゃ確かにあいつらの言いなりになっちゃうよね。俺たちは人間じゃできない方法で君を気持ちよくさせることができるんだからさ。あれって味わっちゃうと病みつきになるってマジ？それ聞いちゃうと俺も一度は人間の女になってヴァンパイエに牙を立てられてガクガクされちゃいたいなーなんて思ったりするよ。まあする方が断然いいけどね。あ、そういえば
これも聞いた話なんだけど、吸血されちゃうと体中に電流が走ったみたいな強烈な快感が突き抜けていくんだって。いいなぁ、羨ましい。とは言っても、俺自身が噛まれるのはごめんだけどね。その快感だけ味わえるといいなぁって思ったんだけどさ、他のヴァンパイアに噛まれるなんて俺は死んでも嫌だな。あ、いけない、余計なおしゃべりしてた。さあ脱いで脱いで、まずは君のこのいい匂いの元を突き止めないと。隠してるんでしょ、その色気のかけらもない布切れの下に君の大事な秘密。そうそう、そうやってね、従順なところも見せておかないと俺に目玉をくり抜かれちゃうよ。え？脱いだって。バカ言わないでよ、脱ぐって言ったら全部でしょ。上着をちょっと乱しただけで脱いだなんて君は言えるんだ。ほんと、君って俺のことバカにしてるんでしょ。俺はね、バカにされるのが何より嫌いなんだよね。俺にこうされたいって思ってる女の子ってこの世の中にたーくさんいるんだよ。それなのに今君に世の中の女の子が望んでいることをしてあげようっていうのに。ああ、そっか、恥ずかしがるふりしてるけど嬉しいんだね。あ、それとも俺にビリビリにされたいのかな。でも俺はそんな乱暴なことしないよ。だって痛みで悲鳴を上げないものを切り裂くなんてつまらないでしょ。